の、お願いします。例のブスが届きました。ちょっとこっち側 YouTube って書いてあって見せたいんですけどね、剥がしたんだけど住所が映ってないんだなってことで、ちょっとこっち側なんですがね、例のブス開けていきましょうということでね、ちょっと緩い動画であれですけど、ちょっと挟み忘れた、よいしょ。申請して、なんか2、3週間かかるって書いてあったんですけど、意外と早かったですね。では開けましょうか。いやいよいよですね。まあなんか正直実はさ、今登録者今100、多分102万、もうちょっと103万人いくぐらいなんですけど、正直ね、まだ実感があんまない実感がないというか、いや実感はあるんだけど、なんていうのかな、何も変わらないからさ別に。そうそう、でもなんかやっぱこれが来るとちょっとあれかな、実感するのかなと思って、よし、します、せーの、はい、ということで、なんでいろいろしたけど、すごい、うん、ちょっとお前さん、ちょっと出しましょうか。うわ、実はね、金の盾銀の盾ってモデルが変わった、モデルとかデザインが変わったんですよまずさ、ちょっとね、2枚紙がやってたんですよ。1枚先言いますね。これが、CEO のね、スーザンですね。一回でもお会いしたことあるんですけど、スーザンからの、まあまあ、まあ、言ったらテンプレですけど、ちょっと読みましょうか、ざっくりね。あなたのチャンネルの登録者数は、バンクーバーやベネチアの人口を超え、そうなんだ、ラスベガスの人口さえも超えています。ありがとうございます。チャンネル登録者、100万人達成、おめでとうございます。この日が来ることを長い間思い描いてこられたかもしれません。あるいはチャンネルがこれほど成長するとは考えていなかったかもしれません。なぜ分かったいずれにしてもあなたの創造性、アイデア、個性が世界中の100万人のファンに届いていることを思うと、思わず笑みがこぼれるのではないでしょうか。これほど多くの人に影響を与えられるということは、それだけで十分やりがいになることですが、 YouTube ではあなたの実績を大変誇りに思っております。ここで敬意を込めて金の再生ボタンを贈呈させていただきます。これまでの実績から見て、あなたのチャンネルはこれからも成長し続けていくことでしょう。ぜひ、次の節目である登録者数1000万人を目指してください。1000万人は遥か彼方のように思われるかもしれませんが、思ってます。1000人を達成した時と、あの時の喜びを思い出してみてください。あなたには素晴らしい成果を見せていただきました。これからも大胆であり続け、夢を大きく持ちながら創作に励んでください。YouTube にとっても大変刺激になります。今後とも YouTube をよろしくお願いいたします。スーザンおじすきということでありがとうございます。これはね、この回も大切に取っておきます。ね、ありがたい。で、違うんで、問題はそっちだね。もう一個ね、あって、もしなんか不具合があったら連絡してねっていう紙なんですけど、ちょっと待って、一枚目切れてっから。ねえねえ、ここさ、ちょっとさ、多分ね、ここだったんよ。このラインだったら、ぐしゃってなっちゃったの。これは痛っ。ねえ。これ動画にしたら、あれだな、担当の構造さんから連絡来るかも。わかんないけど。いや、全然怒ってないですよ。怒ってないですけど、もうこういうとこね、面白いよね。抜けて。もうちょっと切れてっから、見える。ね。じゃあ、改めて、出していきましょう。よいしょ、こちらが、金の再生ボタンでございます。嬉しいね、これはやっぱ嬉しいね。なんかさ、今年はね、ちょっとないんですけど、多分YouTube ファンフェスっていう YTFF っていうのが毎年行う、まあ、知ってる方もいると思いますね。もしよかったら YTFF って検索してみてください。なんだっけ、生放送でなったものがちゃんと残ってるんで、公式で。で、そこでね、おととし初めて、おととしと去年と、その観覧で 見に行かせていただいてて、で、100万人、その年に100万人行った人が呼んでもらって、ヒカキンさんから贈呈式があるっていうのがあるのね。それを2年前に見させてもらった時に、自分がその教育部門の YouTube で初めてあそこに立ちたい。あそこに立って、みんなにその立ってヒカキンさんから受け取ってるところを見せてあげたい。まあ、自分も見たかったし、見せてあげたいっていうのがすごくあって、だからこの金の再生ボタンがすごく憧れというか、そうだったのね。まあ、ちょっと今年ね、コロナの関係で難しくなっちゃったんだけど、それに関してはだからやっぱ嬉しいね、100万人で。実はさ、あの銀の再生ボタンってね、知ってると思うんですけど、自分銀はね、ここにあるんですけど、実はこれ昔のデザインなんです。多分ね、俺これレアだと思うよ。銀が昔で金が今のデザイン持ってる人は、ほら違うでしょ。
こっちの方が、あ、こっちの方がかっこよくない？このデザインめちゃくちゃ欲しくて、銀の再生ボタン、あ、これ返すんで、新しいデザインに変えてもらえませんかって、ちょっと一回頼んだ時やっぱダメだったよね。あってさ、銀さ、かっこいいんだよ、こっちのデザインの方が。そう、でもこれ全然サイズが違うんです。今の銀もちっちゃいです、金に比べると。しかもめちゃくちゃ重いんだ、これ、銀の再生ボタン。そうなの、だから10万と聞いて、でも10万いったのが5年前、ん？ 4 年前か、3年前か、4年前かな。結構前なんで、そのデザイン変更前なのね。最近始めた方ってさ、もうドーンって勢いで10万も100万も突破していくから、同じデザインの方が多いんですけど、まあ年月がかかったっていうのがよくわかりますね、自分の場合は。はい。まあそれも含めて、本当ありがたいです。で、改めてになりますけど、このね、再生ボタン、まあ100万人をいったのは、まあ、自分の努力もあります。8年間折れずによく頑張った配置と思ってますけど、でも、やっぱりね、応援してくださってる皆さんのおかげです。はい。がいなければ続けてこれなかったから。何度も何度も心折れそうになった時があったし、ちょこっとね、前も話したけど、もともと自分はその昔いじめ受けてて、ちょっと精神病というか、なったことがあるんだけど、この YouTube やってた8年間の間も何度かちょっとあって、で、実はその精神科に通院してたこともあるのね。ちょっとだったけど、先生会わなくって、いやいや、お前はいいってなって辞めちゃったんだけど、それくらい辛かった時もあったし、うん、でも、それでも続けてこれたのはみんなからもらうさ、例えば、コメントとか、あとはツイッターでのリプとかもそうだけど、あとは、ね、コメントとかなくても、高評価1個ってやっぱすごいエネルギーになるの。高評価ってね、やっぱめちゃくちゃエネルギーなんだよね。そう。だから、ほんとみんなの支えがあって、ここまでやってこれました。改めて、ありがとうございます。で、正直ね、じゃあ次何万人目標するんですかって聞かれるんだけど、正直ない、今は。もちろん、ちょっと1000万はね、1000万はちょっとあれかなって思うけど、まあ150万とか200万とか、まあちょっとは思ってる、自分の中で思っているけれど、でもなんかここまで来たら、まあいけるとこまでかなっていう感じはしてる。うん、数字に固執せずに違うとこにはちょっとエネルギーを注ぐとこかなとは思ってるんだけどさ。でもまあ、どこまでいけるんだろうね。わかんない。正直、わからないし、まあ、YouTube がさ、登録したものをみんな外さないでしょ？チャンネル登録。チャンネル登録を外すっていう文化っていうか風潮がないから、自分ありがたいことにね、こうやって続けてきて、積み重ねてチャンネル登録が増えていった人間なんで、そのアクティブなユーザー、今使ってくれてる方はもちろん100万人いるわけじゃないからさ。だからそれはみんなが自分の動画の再生数見てくれればわかると思うんだけど、でもそれでいいと思ってて、このチャンネルは。だからこそまあ積み重ねてどこまでいけるかなっていうのは、自分を見てみたいし、うん。あとじゃあ例えば5年経った時にさ、まあ、自分ももう40歳になってるけれど、その、まあ、みんなもさ、今学生の方もその社会人とかなってて、その社会人になったらもちろん見ないじゃん、このチャンネル見ないと思うけど、自分が続けてたらさ、あれあの時のハイさん、俺今もう250万とかさ、300万いってるすごいなってちょっと思ってもらえたら嬉しいし、なんかまあもっと先行ってさ、みんながパパママになった時にさ、もうすげえ先だけど、もし俺が続けてたら、その子供、自分の子供に見せて、実はパパとママもね、この人のね、で勉強してたんだよ、なんていう会話ができたらさ、俺めちゃくちゃ素敵だなと思ってて、それは多分、まあ今いるその教育 YouTuber だから、多分自分しか可能性がないとかやれないと思ってるから、そこはね、やっぱそれはちょっと欲しいじゃん、そのポジションというか、とは思ってるんでね、そこまで続けていくかどうか、まあそれまでに違う興味を持つかもしれないけれど、まあ、そんな感じで、いろいろバーって喋ってきましたけど、これからもね、まあ、変わらずです。変わらずね、一本一本大事に動画撮っていきますので、今後もどうぞよろしくお願いします。そして、しつこいようでごめんなんだけど、やっぱり言いたい。改めてになりますが、本当に、日頃からね、応援していただきありがとうございます。飾ります。本当に嬉しい。ありがとうございます。まあ、いつかは YT 企画で見せれたらいいんだけどね、ちょっとそこはどうなるかわからないんだけど、ありがとうございました。ということで、以上です。ぐだったけど、じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。じゃあ今後もよろしくお願いします。それじゃあ、またね、バイバイ。